ライドナウ島下哲人です。今私がいるのはルマン24時間レースが行われているルマンサルテサーキット、こちらに併設されているポルシェエクスペリエンスセンタールマンです。こちらで今ね衝撃のモデルが、展示されたということで、朝早いんですけどやってきてまさに実車の前で話しています。この車ね実は、6月8日にポルシェミュージアムで公開されたばかりのポルシェミッション X コンセプトスタディとなります。ここでね公開された後にルマンのこの会場まで運ばれてきて、いよいよね実は今日が決勝日が始まる土曜日の朝なんですが、ここで初めて公開されたという形になります。今年ポルシェ75周年というね非常に重要な節目となる年になっています。でルマン100周年ということで、ポルシェねルマンにまた戻ってきた、最高峰クラスに戻ってきたというわけですけども、この車このミッション X が発表されたお披露目された2023年6月8日というのはね、実はそのまさに75年前の6月8日ポルシェの最初の1台である356ナンバーワンロードスターが最初に認定された車というんでしょうかね、そういう日だそうです。つまりまさに75周年ぴったりのその大事な日に発表されたこの車は、これからのポルシェの未来を指し示す車、そういうふうに言っていいのかなと思います。非常にかっこいいですよね。いろいろ触れていく前にまず最初にこの話しちゃおうかな。見てください、ポルシェクレストがここに輝いているわけですが、実はこの、ね、長年親しまれているポルシェのクレストマークがリニューアルされました。ファンなら見て分かりますよねと言いたいけどどうでしょう。全体に見るとまずこの馬のね、紋章の馬の部分の周りの色が変わったというのが分かるでしょうか。あとは全体にちょっと上側の方が大きくなったというんでしょうかね、そういう気がしますよね、このように、ちょっとリニューアルというか新しくなった、よく見れば分かるというような感じですけども、この新しいエンブレムが採用されています、その最初の1台ということになりますね。そして車としての位置づけとしてはまさにね、今までの例えばポルシェ959カレラ GT 918スパイダーなどと同じように今後の技術を見せる、そしてポルシェの未来を指し示す車というふうに位置づけられています。将来の車両コンセプトの進化的発展に重要な推進力を提供します、そういうことをねポルシェ AG 取締役会会長のオリバー・ブルームは述べているということですね。そしてね、新たにデザイン面でも、新しいアイデンティティの構築ということが考えられているのかなというのは、見ていただくと分かると思います。正直今こういう車出すんだと僕もね驚いちゃいました。というのはなんとなく新しいし、なんとなくポルシェの伝統、しかも911だけではないねポルシェのいろんなストーリーがあると思いますけど、その伝統にのっとったものになっている。そしていわゆるスーパースポーツカーなんだけど、なんか品があるなというふうに思いませんか。これ色のせいもあるのかななんて思ったりはしますけど、そういう車になってます。このエレガントなサイドビューなんかを見てもねそんな気がするんですよね。実際この車全長4500ミリ、全幅2000ミリというふうになってます。割とコンパクトですよね。今や911がね大きくなってるだけに、こう見た目にはね結構わ大きいのかなと思いきや、実際の寸法はコンパクトです。でホイールベース2730ミリなんですけど、これはねなんとカレラ GT 918スパイダーと同じ寸法だそうです。これはなんか黄金率があるんですかね。そして、フロントに20インチ、リアに21インチの、いわゆるミックスドタイヤを履いています。そして、改めてこのデザインなんですけども、最高のパフォーマンスとのモダンなラグジュアリーを体現していますんですが、この車あえて歌われているのはスーパースポーツというか、ハイパーカーと定義されているんですが、ハイパーカーが必ずしもアグレッシブな外観を備える人はないでしょうということだというんですね。で全高1200ミリ未満というこのボディは見ての通り、ディテールを見るとねどうも昔のポルシェのレーシングレジェンドマシン、このあたりのイメージがすごく色濃いとは思えませんでしょうか。例えばやはり印象的なのはこのフロントの縦型のヘッドライトですよね。この縦型のライトが、イメージするのはやはり906とか908といったモデルではないでしょうか、こういった要素が使われていますし、さらに言うとドアですね。このドアもガルウィングというかこの A ピラーのところを起点にしてガバッと前に開く形、これ917ですよね、そういうモチーフが取り入れられているという形になります。というわけで、いかにもポルシェという感じなんですが、もう少し、ディテールを見ていくと、まずこれ、ボディカラーはロケットメタリック
だそうです。でベルトラインの下にはカーボン織仕上げのデザインエレメントを備えておりますということで、ここよく見ると、はい、見えますかね、この辺のミッション X って書いてあるあたりの周りとかはカーボンの目が見えてるんですよね。でこれも光沢のあるサテン仕上げになっていると。だからカーボンだよと分かるけれども、むき出しではなくて上品な質感というかね、そういうものをまあ表現できているというわけです。そしてホイールですね、フロント20インチそしてリアが21インチとなります。この21インチのリアの方にはエアロカバーがついているんですが、こちらも透明、半透明、透明なねエアロブレードがついていると。でこれタービンのような設計で、これブレーキ冷却に効いてくるんだということです。ちなみにこのタイヤはミシュランのパイロットスポーツカップ 2R を履いてるんですが、なんと N0 って書いてあります。もうここね、すでに専用開発なのかというところでちょっと驚かされますよね。そしてこんなところにサイドシールにこのようなマークが入っています。ちょっと面白いですね。そしてリアに回るとこのね、左右幅いっぱいのライトユニットがかなりまた特徴的なデザインになってますよね。もうこの浮き出たような柱というか、ね、構造体が見えるようなところの先端にライトが埋め込まれている、 LED が、埋め込まれた形になりますね。そして真ん中にはこのポルシェのマークロゴが浮かび上がっています。ちなみにこれ充電中にはポルシェロゴの E が脈動して神秘的な雰囲気を与えるというふうに書いてありますね。はい、ここですね、かっこいいな。でその下にミッション X というふうに書いてあります。ドアが開いてないのでインテリアはしっかりとは見えないのですが、対象インテリアになっているということですね。こう見て分かりますよね。ドライバーズシートと助手席の色ももう変えてあります。まあ、ドライバーフォーカスをすごくしてあるということですね。ダッシュボードのデザインもよく見ると分かりますよね。センターコンソールがドライバー側にグッと向いてます。これあんまりポルシェでは今まで使ったことのないデザインね。911ってすごい左右に開けた感じがするじゃないですか。この左右非対称インテリアっていうのはなかなか珍しいなと思います。色ちなみにアンダルシアブラウンのレザーパッドを除いて運転席はカラハリグレー、センターコンソールはダッシュボードと一体の色調を形成します。で、助手席はアンダルシアブラウンの色合い、シート形状を含めてかっこいいですよね。そして、この CFRP のシートには6点式のシートベルトついてます。このステアリングホイールは見ての通りの、ね、まあ、バタフライ形状というんでしょうか、まあ、レーシングカーのような形、そしてモードスイッチ、パドルシフトがついています。で車両には複数のカメラがということで、まあ、ドアミラーがないのは分かると思いますけど、ここに例えば、ね、ドアミラーの代わりのリアビューカメラがあったりしますね。まあ、こういう形で、まあ、空力的にも、そしてまあ運転環境的にも先進的なものになっているという形になります。そんなミッション X なんですが、この車バッテリー V です。ただしもちろんバッテリー V の中でも圧倒的なものを目指すというところが、まあ、ポルシェね、当たり前ですよね。将来のバッテリー V の形というかポルシェのスポーツカーの形の一つの提案ということで、いいパフォーマンスを体現すると同時に持続可能なモビリティの先駆者でもあるというところ、まあ、今のポルシェが持っているブランドのフィロソフィーを、まあ、さらに引き伸ばすというんでしょうかね。そういうことでスペックは細かい数字は出ていないんですが、まあ、ビジョンは示されています。まず重量比出力、まあ、パワーエイトレシオ、ダウンフォース、充電性能においてトップマークということですね。ミッション X 目指したのは、まあ、この通り、The Mission X Concept Study is our vision of the fastest road approved car on the Nürburgring ノート・シュライヘということで、見る最速の、行動走行車を目指すということが謳われています。そしてパワーウェイトレシオは1キロあたり 1PS で、 GT3RS 現行モデルが提供する値を大幅に上回るダウンフォース値を達成、あんまり触れなかったですけど、リアウイングないんですよね。だけどこれボディ構造でダウンフォース出してくるのかなっていうのは想像できますよね。そして 900V システムアーキテクチャにより充電性能が大幅に向上、これで具体的には現在、まあ、充電性能の速さが定評のある体感ターボ S の2倍の速さで充電できるというふうに言っています。でへえと思ったんですけど、バッテリーはリアシートの背後にあるそうです。床下に敷くとやっぱりこの高さはね、全高 1200mm 出ないよねということで、ポルシェいろいろパッケージ考えたと思うんですが、結局このね背後に置かれたと。だからまあミッドシップエンジン車同様の、まあ、重量配分といいますかね、そういうものを実現しているというふうに言っています。はい、こうしたところがこの車ミッション X コンセプトスタディの、まあ、概要ということになります。ポルシェとして、まあ、最初に言いました通り新しいクレスト、ね、紋章をつけてきた、もう新しい時代に行くぞという宣言がなされたわけですよね。
そしてデザインも911の伝統だけじゃなくて、実は持ってるいろんなその、まあ、ストーリー、ヒストリーを、まあ、このライトに象徴されるように生かしてきた、まあ、ドアもそうですね。全体に見るとまさに本当に最初に言いましたけども、往年のレーシングスポーツを彷彿とさせる、こういうスーパースポーツの方向性確かにありだよねと思わせるものになってるなというふうに思います。まあ、今までね、最初に言った通り959、カレラ GT、988スパイダーとマイルストーンのようなモデルがたくさん用意されてきたわけですよね、ポルシェね、伝統的に。まあ、そこで示されたものがその後の車に生かされていったと、ね、技術だったりフィロソフィーが生かされていったわけですけど、この車も間違いなくそういう存在になるというか、そういう存在にするぞと言って出てきたわけですね。だからこの車そのものもめちゃめちゃかっこいいスタイリング持ってるんで惹かれちゃいますけど、それだけじゃなくてエッセンスがいろんなところに今後出てくる車に散りばめられていくのかなというふうに思います。最後に、この車のデザインには、あの日本人の、ね、ポルシェ AG の日本人のデザイナーとして、まあ、有名ですよね、すでに、ね、山下さん、山下修一さん関わってるそうです。なんかそんなところを含めてちょっと、ね、ポルシェの未来にと日本の関係なんてちょっと大げさに言うとそういうところも感じてしまうこの1台、ね、今後どんな展開を見せるのか、ここからポルシェが、ね、まあ、どんな風にこう未来を築いていくのか、記念すべき75周年のこの年に出てきたこのモデル、まあ、まさにこのモデルはね、あの将来振り返っても あの時のミッション X が、ね、ポルシェの今にすごい大きな影響を与えたんだねなんてことをきっとね思わせる存在になるのかなと、そんな風にね感じさせる、まさにワクワクさせるハイパーカーの登場と言っていいかと思います。